はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016マイライフやっていきたいと思います。シーズン10年目の5月ですね。5月に入りましたので、交流戦がスタートになります。で、交流戦といえば例のあれですよ、毎年恒例のあれが発動されます。そう、奥井強化月間ですねまだ奥井強化するのかっていうのはありますけれども、ちょっと奥井の今の強さを見てみましょう。あれ、藤岡さんちょっと潰れてるけど大丈夫か奥井あれ、大腰とかいうのも死んでるな。2日って怪我してんのか強えな奥井。ミート85もあったっけ。いやマジオール A に近づくな。やっぱり奥井パワーがちょっと少なめですよね、全体的な能力から見て。体格に恵まれてる感じがしないのでダイソー要員なんだ。総力 B だけど、あれ俺総力 B だけど奥井よりはちょっと遅いよね。総力 B で確か止めた気がするから、ちょうど。そうか、もう奥井に勝てるものが何にもねえなすげえよなこの成長ぶり。27歳、プロ10年目。まあ俺と同期だからね。いやでももう10年もプロ野球選手やってんのか。じゃあまあちょっと移動しましょう。で今日は特に、奥井と練習ができないので寝ましょう。もうね、普通の練習はね出ないっす。やっぱねプロ10年目になるとね、もう試合で結果さえ残せば監督もね認めてくれるから、もう練習なんてね出ないっすよすげえ嫌なやつなんだろうな俺あいつマジ練習に来なくてさ、しかも交流戦になると毎年奥井とこそこそ練習しだして何なんだよっていう。でもまあ結果はね残してるから周りのみんなも何にも言えないっていう。さあゴールデンウィークだしね、もう練習なんてねやってらんねえっすよ。監督にも言ってありますから、もうゴールデンウィークは寝ますんで家で男の子ができたら祝ってあげたい。今はそんなね子供よりね奥井だよ。奥井子供なんてねまだできない。なぜかっていうと奥井にべったりだから。で今日はいけるはず、試合日だから。交流電話奥井。さあ練習だ、練習。お、肩上がった。あれ今俺の肩いくつだっけ。ちょっとこれも見てみよう。47か。もう3上がったら切り替えですね。で阪神戦はやっていきましょう。よーし行くぜ。相手は藤浪ですね。で自分は2番で奥井が4番に座ってんだけど、どういうことこれ5番ミゲルになってる。マジか奥井。今季は井口監督も奥井お前は4番だってこれからのロッテ、いやこれからの野球界は奥井お前が背負って立つんだっていう、そんな感じですね。いやでもその奥井をね鍛え上げたのも俺の力あってこそだからね。お、俺もちょうど100号本塁打近いじゃん。スローってスロースターターか。これはもう完全にボール。てかフォークを多投してきますね。あれ、しかも四球ついてこのストライクを取りに来たところを狙いたかったけどちょっとずれたか。てかさ、最近サクスペとかさ、その試合をさ高速でこういう演出高速でできるようになったんですげえゆっくりに見えるな。この高め、どうだ、いったか、いかないか。フェンスギリギリ、もうちょっとフェンスが低ければいったけど。いい勝負してるね。神間とかいうのが出てない。この高めは、ああいう高めをな、ちょっと、これはちょっと打てない。これだ、よーし、バックスクリーン、直撃。どうすか、監督、俺、4番でもいいんじゃないですか。今日3の3でホームランも打ってまして、これも、OK。奥井に負けてらんねえよ。おお
すげえ僅差だったの。自分の本塁打がなかったら絶対負けてたの。岸川誰だ岸川って、もう全然わからん。確か今日の先発だったっけ。もうチームメイトもねすげえ入れ替わってわかんないんですよね。オーケーオーケー、いい結果だ。あれ何、タイガースの梅野さん、ラジコン最近してねえな。すべてにおいて今は奥井優先ですからね。一緒に練習しよう。さあ今年もどこまで奥井が強くなるか楽しみですね。じゃあちょっとここからは試合を飛ばしていきますと。一応出塁はしたのか。まあ、奥井と練習してもね、自分の能力は上がっていくんで。練習練習と。で、試合をやって、相変わらずな、西武が首位ですね。西武最近強いよな。ここ数年西武と優勝争いをして結局勝ててないから。試合スキップと。でもさ、この交流戦ってさ、よく考えればリーグが違うじゃないですか。ってことは例えばパリーグでロッテだけ勝利して他全部負けるっていう、そういう可能性とかもあるんですよね。なのでかなり大事っすね。そんなん知ってるよって言われたらそれまでなんですけど、一応素人目からするとそういう結果に至ると。今日は寝よう。だって下手すればさ、自分のチームだけ負けて他のチーム全部勝つっていうこともあるんでしょ。そうするとちょっと厳しいよね。よし、肩が上がった。あと2かな。で、ここは休養しかできないんで。お、なんだ。ああ、これはもうそれなりに答えておけば大丈夫でしょう。今はね、そんなことより奥井との練習が全てですからね。自分の、あれ今巨人戦でさなんか遠征してたけど、別に巨人って東京ドームだから家から通えそうな気がするけどね。あ、なんだ、週刊テレビ通信、全国的知名度を誇る人気テレビ情報雑誌、野球をはじめとしたスポーツ記事の多さも魅力の一つ。表紙に使いたいってマジで特に断る理由もないので OK を出しておいたってちょっと監督勝手に何やってるんですか写真撮影と簡単なインタビュー、プロ野球選手として恥ずかしくない言動を心がけてくれ。マジかよく俺なんて使おうと思ったな。ファンが378人増えた。ほら東京だけど遠征地になってますね。でもそうか、チームとして遠征してるってことかな。ミーティングとかあるからね、ちゃんと時間通りに参加できるよう、みんな一緒のところにいるのかな。そうするといくら東京とはいえ、横浜になるとね、ちょっとやっぱりね、時間かかるんですよね。千葉からね、横浜。てか、横浜ベイスターズが横浜駅なのかちょっとわかんないですけど、どこに球場あるんだろう。それすらわからないっていう。まあね、東京ドームも、どうだね。やっぱり試合前に移動するっていうのは疲れるのかね。でもそんなこと言ったらさ、マリン球場から自宅までどれくらい離れてるのっていうのもあるよね。マリン球場の近くに住んでるとは限らないから、千葉に住んでるとはいえ。じゃあ、家に帰ってきたので電話しましょう。てかさ、奥さんそっちのけでさ電話しててさ、奥さんどう思うんだろうね。あの人なんで毎日電話してるのかしらみたいな。一体誰に電話してるのって問い詰められて、いや奥井だよ、奥井と練習してるんだよって。え、なんで奥井さんに毎日練習電話かけてるのみたいな。いくら同期とはいえこの人何かしらみたいな。
いや毎年やってるけど、そのことは奥さん知らないわけだからね。今年だって初めてこの交流戦の時期を迎えるわけでしょ、一緒に。で毎日毎日なんかいきなり電話しだして送りと練習に行くみたいな。でもさすがに今日は寝ましょう。今日はさすがに寝ますよ。完全に奥さんほったらかしっすからね奥さんほったらかしで送りと練習。でもまあ見ようによってはね、ひたむきに練習をしているっていう捉え方もありますからね、まあ、同期の奥井と仲良くひたむきに練習してっていうかさ、アスリートバットだいぶなくなったな。もう全部なくなったっぽいよね今ので。どうしようかな。アスリートバットはちょっと欲しいけど、欲しいけどやっぱり奥井との練習が優先だな。まあそんなこんなやってるうちにだいぶゲーム差つけられてんな。8ゲーム差か。2位でも 7.5 ゲーム差っすからね。いやーなかなかやっぱり厳しいシーズンにはなってるね。ここは奥に頑張ってもらわないと。てか遠征地だと電話するの楽だよね。こそこそ電話しなくていいから。また奥に電話してると奥さんがうるせえからなーってなるけど、遠征地だったらもう堂々と、よう奥井練習しようぜって言えるからいつも家だったら、ちょっと奥井これから練習に行こうぜみたいなそうやってね連絡取らないといけないからね。てか毎回言ってるけどさ、電話じゃなくてメールでいいじゃんっていうメールだとバレないよね。でもどうなんだろうね、泉ちゃんがこう携帯を見てくるっていう感じの子ではねないからね大丈夫だと思うけど、人によってはさ、やっぱりなんか携帯とか見られる可能性あるじゃないですか。最悪ね、その自分が今どこにいるのか分かるアプリとかね入れられますからね俺はそういうのやったことないですけど、もちろんてかそういう人の携帯とかも見ないですけど、ちょっとそういうことをやられると、だって着信履歴が毎回送り送り送りでしょちょっと気持ち悪いよね。今日はヤクルトだから神宮か。ってことは西武が結構勝ってるのかな、交流戦。で広島戦は寝よう。で26、27、28、29が空いて交流戦が終わるっていう感じか。じゃあ最後の広島戦はちょっとやっていきますか。ここはスキップして、いや4位に転落したな。ちょっと楽天と同率だけど、次の楽天戦が重要だな。そうすると奥井頼むぞ。練習して、てかプロ野球選手って1日にどれくらい練習するんだろう、それ全然わかんないですからね。なんか広島は厳しいって聞いたことあるんですけど、結構前ですけどね、それも今がそうなのかわかんないけど、じゃあなりきりでいきますか、久々に。危険な男デリンジャーが先発で、4番は奥井と、相手は野村チチェスターって何相手の広島、まあ多分オリジナルの助っ人外国人だと思うんだけど、チチェスターって普通にチェスターでよくね、何人だよチチェスターって。あれ俺どこだったっけ。外野だとねポジションの位置もレフトなのかセンターなのかライトなのか、そこもちょっと重要ですからね。センターか。さあ注目の立ち上がり、バッターは恋のスイッチヒッター、スイッチヒッターなんだ、珍しいね。坂本取った、一塁送球アウト。オッケーオッケー、これでバッツーアウトランナー一塁という場面で2000本安打の好打者。あ、そうか、中田がいるんだ。ここデリンジャーストレートのフォアボール、おいデリンジャー大丈夫か。うわすげえ、際どいとこ投げられたな。投げられたんじゃなくて打たれたな。こいつめっちゃ走ってるけどこんな走り回るやついないよね。あ、打撃だ打撃。うおーサークルチェンジか。第2球、ちょっと投球モーションが遅いな。ツーシーム、
第3球を投げた。これはボールでしょ。カウントワンボール、ツーストライク。チャンスメーカーだからね。自分でチャンスを作る。打ちました。次は5球目。あ、シュート回転持ってんのか。これは、インコース高め、サークルチェンジ。危ない危ない。カウント2ボール、2ストライクです。これは？おお、怖え。カウント3ボール。いいね、選球眼がすごいね。これから7球目。これは、わ。ちょっとね、全力ストレートでね、カーソルがずれるのがやっぱり追い込まれていますが、ファールで粘っています。なかなか追いつけなくて厳しいんだけど、ちょっと芯がずれたけど、これはおー、OKOKOK、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから同点のランナー。粘ったな。また打席か。通算105本塁打まであと5本としています。こいつはちょっとね、本塁打打ちにくいな、球種的に。カットボールか。打ちました。投球はこれから3球目。これはボールでしょ。ボール。カウントは2ボール。カットボールを第4球めっちゃ投げてきてんね。これだ。オーケーオーケー。やっぱり高めのストレート。一番打ちやすい。おお、反撃の戻しにはならなかったか。マリーンズ、この回は上位打線から始まります。野村もここで終わりかな。スタミナがもうなくなりますね。第2球投げました。このサークルチェンジを合わせた感じだけど、やっぱりね、パワーがねそこまでないから、全然守備が回ってこないな。ラッキーセブンの攻撃に入ります。通算105本塁打まであと4本としています。今日はホームランを。あれ、今の下って何だった。投げました。ああ、ちょっと待って。じゃあ、若干迷ったけど、振ってしまったっていう。ナイスバッティングです。本塁打が1本しか出てないな。もう1本打ちたいよね、1試合で。鳥羽さんが出てんな。鳥羽さんもな、年なのに頑張ってるよな。第2球、投げました。打った当たりだ。これはどうだ。ダイレクトで当たった。なんか似たような感じとばっかりだな。いやー、勝てなかったか。だからこれでロッテが負けて楽天が勝つとゲーム差が開くってことだよね。デリンジャー4敗か。1勝もしてないね。あれ、肩いくつだ。あれ、まだいっぱいあるね。先陣青バットサンディア、まあ、今はミッションより奥いと。もう今回は全てにおいて奥いを優先するから、ファンとかどうでも。5人ってなんだよ。5人ってなんだよ。最優先事項だから、奥いとの練習は、まあ、交流戦が終わった後も時間許す限りは。あれ、ちょっと待って、ゴールデンイーグルスが見事優勝に輝きましたって。マジか。ってことは、だから楽天が上がってきたのか。うお、今ちょっと見えたけど、楽天2位になってるよ。まさに交流戦を制す者は、シーズンを制すといった。いや、すげえ適当に言ってるけど。あ、で、ここら辺はまたちょっと休みが続くから、奥井との練習はできない。え、コンパクトか。黄緑が壊れてしまったって。もうなんでだよ。全然乗ってないよ。え、車検通した1回だって。だって最初って車検3年だよね。最初の車検はでも通したか。もう10年目だから。あれ、いつ買ったっけ。早くね。全然乗ってないのに。車こんな簡単に壊れるの。いや、すげえショックなんだけど今。え、まあね、実際に自分の車が壊れたわけじゃないから、そこまでじゃないんだけど、ただ衝撃的ですね。ショックっていうか衝撃的ですね。マジか。こういう時はちょっと奥井と練習して気合を入れ直そう。車がぶっ壊れたから今日はバット振るぜ、ね。
さて、じゃあちょっとまた楽天戦に来たので、今日の楽天戦は勝ちに行きましょう。奥糸練習して、奥糸練習して今日は勝ちに行きましょう。2位、でもうちも4連勝いくぜ相手が4連勝か。あれ、これもしかして塩見さん。おお、塩見さんだ。ちょっと覚えたよ、ちょっと俺だって負けねえ。今日は負けられないよ。マジで、車の恨みがあるからね。てか、石川のやる気が。まあ、奥井のやる気が若干戻って、菱山。あれそう、これね、出ないんだよね、結局。塩見さんってリリーフなの、先発なの、そこはね、まだ覚えてない。でも、声かけてきたってことは、リリーフなのかな。通算100号本塁打まであと4本としています。お前を引きずり下ろして、塩見さんと対決するんだ。これは切れるね。投げました。オーラちょっと早いな。次が4球目、投げました。ストレートはボール、インローへ。追い込まれてからの変化球は悪くないね、こいつ。インコース引っ張った、スタンドに入りました。ファール、高め。ちょっと意識しすぎたら今度は振り遅れた。ボールは中継、ナイスバッティングです。さあ追加点のチャンスを迎えました。やっぱりね、左の方がこうなんとなく打ちやすいですね、打席。これはスライダーだけど入ってはこない。第2球投げた、ちょっと危ない球。第3球を投げた、これだ。あれ、切れていきます。てかここマジめっちゃ追加点のチャンスだな。最低でも犠牲フライだったけど、まあ普通にホームランが出ましたね。さて、そろそろ塩見さんの出番かな。おお、まだ頑張ってるか。4点入れられてるけど、俺がインドを渡してやる。だいぶ警戒してるね、低めに球を集めて。あはは、詰まらされた。アウト、スリーアウトチェンジ。マリー突き、前澤。通算100号本塁打はあと3本としています。今日はスリーランホームランを打っています。第2球投げました。これはちょっと2球目ストライク、見送ろう。スライダーは第3球を投げました。あ、これもマジ打てない。フォークは本当やだ。次は4球目投げました。バッターの足元。第5球投げました。これ打つしかないな。よし、まあ、今日は勝てるね。ピッチャー一発。満塁じゃないか、よく見たら。俺はね、実はね、満塁得意なんですよ。満塁男ついてるからね。どうだっけ当たりは悪くなかったけど、ちょっと上を叩いてしまったか。まあでもね、満塁で打ったから。満塁男返上はないでしょう。まあでも5回1失点に抑えたのか。あれだけ気合い入れてたのに。塩見さん、てか塩見さんと対戦する機会あるのか。あれ、今度はこれは森田さんかな。ラジコン好きなんだって。今ラジコンどころじゃねえよ。なんか一人増えたって。今だって二人くらいいたよね。どっちかはもうファンなのかな、すでに。これは荒木さんだから奢ってくれるね。じゃあ今日は試合をスキップしましょう。あれいつの間にか、いつの間にかロッテが2位になってる。ってかさ、ここすごくね、7ゲーム差、7.5 ゲーム差、7.5 ゲーム差、8ゲーム差って。いや、ここはマジすげえなって。単独西武が1位なのか。でオリックスはちょっと離れてるけど、2位、3位、4号の争いがすげえな今年。いや、これはマジやばいわ。マジやばいから、ちょっと奥糸練習しよう。
1試合の勝敗が順位の入れ替えに関わってくるな。特に今楽天戦だからね、ちょうどここを勝ち越せるかどうか。2試合目どうだったっけな、ちょっとチェックしてなかったな。とりあえず月間としては13勝8敗で悪くはない。おお、野手 MVP やったぜ。これも奥井との練習のおかげだ。奥井、お前に感謝するよ。お前今日初めて出てきたな今日はお祝いだねって。俺は奥井とお祝いする予定だったのにで、あ、勝った勝った勝った、よしよしよし、これはでかいね。あー、楽天一気にここまで落ちたか。いや、すげえ争いになってきた、すげえ争いになってきたけど、奥井と練習するっていう。練習しよう。おい、ミカミックスなんだお前、奥井とばっか練習してんじゃねえよって言われるのかなあ、マークされてんのか。移動日と、こういう時にね、寝ておかないと。さてさて、予定としてはどうなってんだ。そうっすね、6月に入ったんで、今日はとりあえず奥井と練習して、で試合をやってちょうどいい感じになるかな。自分のデータを見つつ、あれ、いつの間にか肩ここまで来てるか。じゃあ守備だな、 OK と。でそこから奥井のデータさ、これだけ強くなってまだ強くなるかね奥井やる気がなさすぎる。うわパワーも B に乗ったよ。ミートこれ S に行くね。もう補給も A になるね。めっちゃくちゃ強えな。奥井弾道を上げたいんだけどね、そういうのはちょっとできないからね。あくまでも基礎値しか上げられないから。いやーすげえな、天性のミートを持ってるんだな。バッティングセンス、光るバッティングセンスを持っている奥井。じゃあ今日は試合をやっていきましょう。いやマジ今一つ一つの試合がめっちゃ大事な時期だけど奥井お前はなんでやる気がないんだ。有原もうやる気ないね。相手のデリンジャーもちょっとやる気がないっていう。奥井はあれかな、俺に MVP を取られたからやる気なくなっちゃったのかなおいらこんな強いのにって言って、強くても活躍しないとね、プロの世界では意味がないっていう。やっぱりプロはね、結果っすから。結果今度通算400打点になってるよ決まったストライク、まずは見送りました。さあ次の投球、おお、見送ってストライク。バッター追い込まれました。一気に追い込まれてしまった。外角外れてボール、カウントは1ボール2ストライクです。お、ヒットか。ギリギリだな。危ない危ない、よく嫉妬を見逃さなかったな自分で言うのもなんだけど。400打点まであと1、これで122m あんのか。ボールは中継、ツーベース。今日これで2打数の2安打。ね、三塁打を打つっていうのは相当難しいな。この回は上位打線から始まります。なるべく引っ張って右の方のフェンスに直撃させれば全然ダメだった。でこれででも一塁でしょ。ってことは次三塁出せばサイクルヒット。ちょっとねサイクルヒットやっぱ出したいよね。あーでも右バッターになっちゃった。ってことは流さないといけないか。これはでもボールでしょ。もうねチームがどうとかっていうよりね、自分の成績っすね。もう自分の成績、これが最優先。投げました。ストレートはもういやや浮いてしまったか。カウントは2ボール2ストライク。あー、スプリットか。第6球はこれはでも内角低め、ボール。カウント3ボール2ストライクです。第7球をランナー自動的にスタート。あー、やっぱりもうちょっと補足しないとダメか。走れ走れ走れ。ボールは中継。ダメだ、全然ダメだ普通に2塁打だよ。
やっぱライト方向のライン際に、ここだな、引っ張ろう。うわー、チェンジアップ。引っ張ったら引っ張ったりね、ホームランになっちゃうからね。うわー、際どい。早くも追い込まれています。追い込んでから第3球を。どう、これ超よくね。直撃。まあこうなるよね普通に。いや難しいね、やっぱり三塁打っていうのは。見事勝利です。本当に今日は大活躍でした。いや、サイクルヒット打ったのって本当すごいんだね。そうすると、ミゲルも16号か。ミゲルやっぱ打ってるね。てか4番にいるけどさ、奥井ってどんだけ打ってんのよ今。ちょっと奥井がどれだけ打ってるかを見て今日は終わりにしましょう。球界データのチームデータで成績が見れるはずなんで。ホームラン4本しか打ってねえじゃねえかこいつ4番のくせに。打率2割8分7厘って。俺だって3割9分2厘あるよ。全然俺4番でいいじゃん。いや、まあむしろミゲル4番でいいでしょ、16本打ってんだからさ。ちゃんとどういうこと、井口監督能力で見てんのかね、奥井の将来性に。まあ今後の4番を鍛えるっていう意味か。もう今のうちから4番に座らせておいて、4番としての自覚を持たせるっていう、そういう方針なのかな。まあ、というところで、奥井の強化月間はこれで終了したと思います。まあだいぶ強くなりましたけれども。まあ奥さんそっちのけで、奥井と今日は練習をしましたと。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。